皆さんこんばんは、森蔵です。今日はですね、200本の動画記念ということで、これまで撮ってきた動画を振り返りたいと思います。まずは1本目から50本目まで。1本目はですね、2013年4月にニコニコ動画に上げた動画です。2番目はですね、防水カメラを買ったので嬉しくて放り込んでみました。これはトランスルーセントグラスキャットっていう魚です。グロッソはですね、光が強いと張って弱いと立ちましたね。トリミングですけど、手でやった方が早かったですね、ハサミより。7に黒ひげゴケがついたので、畜作液で対処してます。店で買った及川です。結構綺麗で気に入ってました。プラスチックの段ボールで水槽の横とか後ろを覆って断熱してます。グッピーのゆるかごを作ってみたんですけど、あんまりうまくいかなかったですね。ろ過方式はですね、底面と上部を直結するのが一番好きですね。水槽棚いろいろありますけど、強度に問題ないものがいいと思いますね。このオスカー非常に性格の激しいオスカーでした。プレコを水草水槽に入れたらですね、もう二度透明にかかれないというか、めったに外に出てこないんですよね。うちの水槽棚はアングルで作ってます。水草水槽にカリウム、炭酸カリウム液を作ってみました。海釣りの餌ですね、こいつを魚にやってみた。これが農業用ソイルで水草を育ててみる一番最初の動画ですね。プレコ同士の喧嘩はですね、エラブタのトゲを使ってやるようです。パルマス飛び出してしまったんですが、ポリプテルスで飛び出す事故が多いようです。ヨトウムシ畑の害虫を魚の餌にしました。この時はベタが映ってるんですけど、ベタの繁殖もしてましたね。コーラに重曹を入れると爆発しました。ウーパールーパーが卵を産んだので、その発生を観察しました。農業用ソイルではですね、90センチの水槽にも、農業ソイルを入れてみました。これは全農ソイルに炭酸カリウム入れたら濁ったというやつですね。で、有形藻と絨毯にも挑戦しました。で、及川がですね、蝶またはウオジラミにやられてしまいました。コケがやってきたんですが、大和沼エビと南沼エビで迎え撃ちました。顕微鏡で黒ひげゴケを見てみました。こっちは、上部フィルターのオデを顕微鏡で見てみたものです。こっちの動画では動き回る小動物を観察しました。黒ひげゴケを顕微鏡で見てみると、どうかということで、海外の対策なんかも見ました。農業用ソイルですけども、結果が出ました。洪水のあったのは畑で鮎が取れました。リシアネットならぬリシアサンドを作りました。発酵式 CO2 を外部フィルターに吸わせてみました。リシアサンドが浮いたので石をサンドしてみました。顕微鏡で茶ゴケを見てみました。同じく顕微鏡でスポット状糸状ゴケを見てみました。アピストグラマカカトゥオイデスを水槽に迎えました。ウーパールーパーの顔が腫れたので塩水に入れたら治りました。アピストグラマの求愛行動です。見てて楽しいですね。底面フィルターの穴を大きくしたというだけの動画です。リシアサンドに石を入れるとですね、真ん中が剥げました。ダイヤモンドカッターでガラスを切る方法です。失敗してますね。90センチの規格水槽を買ったので、水槽台を作りました。
気に入りの魚です。ポポンデッタフルカタと言います。上部フィルターにドライボックスを設置してみました。農業用のソイルが火切れ、肥料が切れました。全水槽の紹介を行いました。ここまでで50本の水槽動画です。どうもご視聴ありがとうございました。次回は51本目から100本目までの水槽動画を紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございます。